戦前柔道場の青い畳を文字通り血と汗と涙で染めて自らの技を練磨していった学生たち、旧制高校専門学校の学生たちがいた。彼らは工夫と練磨を重ね自らの限界に挑戦し自分の体に合った技を開発しようとしてひたすら修行に励んだ。同じやるんなら勝たないかファイト、あとそれにはファイトだけじゃいかん、研究勉強もせないかんと言うんで道場行って格好の相手を見つけて逆を捉えたり締められたり抑え込まれたり毎日のようにやってきましたね。今得意に残るのは飛行機と称してね、同じぐらいの技量強さの人間にね次々一人クタクタになるでしょ。今度は新鋭のやつがまた来る、強いですよ。同じ力のやつでも使えたところへ新鋭のやつが、それでやってそれまたクタクタになるとまた新しい新鋭のが来る。非常に苦しい稽古をしましたね。精神をかけた人間修行だよね。京都武徳殿、彼らは新しい技を引っ提げて試合に臨む。試合場の広さに制限はなく、立ち技寝技の区別もなく、当て身など特に危険なもの以外は認められていた。一本勝負を基本に投手と投手がぶつかり合う壮絶な試合が展開された。一本の優勝旗、これをめぐって国区練磨の柔道部生活から生み出された寝技の技術は今なお語り継がれ伝えられている。相手が引き込んでくるのを大内刈りからすかさず袈裟固めに入る。立ち技から流れるように寝技に入る。立ち技から取る腕絡み。相手が亀の姿勢になった時の腕絡み、相手の握っている帯を切って逆を利かせながら肘を吊り上げて決める。
片膝を割り込んだ場合、相手の左右の足首を十字に挟み、右手で奥襟を取り、左手で肩を決め、胸をつけて足を外し、抑え込みに制する。相手が引き込んだ場合、足を払って入り、膝で胸腹部を押さえ、左手で相手を釣り気味にし、右手で奥襟を取り、押さえ込みに制する。同じように相手が引き込んだ場合、足を払い、右手で奥襟を取って締め技に入る。十字逆に制する例である。これらの技は相手に応じて変化させる。ポイントは膝で相手の自由を制しつつ、左手で相手を手繰り上げ、右手で奥襟を取ることである。この時右手の手首のひねりが大切である。相手が胸の上で両手を組んで防御した時、右手で相手の自由を拘束し、左右の膝頭を使って相手の両腕にこじ入れ、崩れけさに決める。右手と左右の膝の使い方がポイントである。入り、相手を釣り上げ、背中につき、後ろ三角に決めて逆を取る。相手を逃がしておいて背中につき、防御している相手の手首を利用して送り襟締めに決める。
速報より頭部に回転させる返し技である。相手を押し下げて左手で後ろ帯を握りながら肘で相手の後ろ首を押さえ、右手で相手の手首を制して起き上がり、速報に回転して直ちに抑え込みに移る。相手が極端に後ろへ下がった時には自分が起きて腕をこじ入れてテコで返す。同じように腕をこじ入れた時、相手が返されまいとして抵抗した場合、相手の力を利用して巻き込んで返す。相手の膝関節を蹴って横にひねり、引き込み返しを行う。同じように相手を横にひねり、横三角締めに決める。上から攻める相手の後ろ帯を取り、膝を蹴り下げて回転し、縦四方固めに入る。後ろ帯を取り、相手の膝上を直角に蹴り下げる。回転させて右腕で相手の首を巻き、自分の帯をつかむ。左腕は相手の右手を逆に決めている。相手の頭を制し、右手を制して縦四方固めに決める。
左足を相手の内股にかけて回転させ、縦飛行固めに制する。前帯を取って返す。返した後は縦四方固めに決める。相手が亀の姿勢になった場合の攻め方である。左手で相手の後ろ襟を、右手で後ろ帯を取り、左腕で相手の頭を引っ掛けて横転させる。押さえ方はいわゆるイタチ押さえで、後ろ襟を握り、体重を相手の左肩にかけて押さえる。引き込んで下から羽交い締めに取って締める。相手の右手を抱え込んで襟を取るのがポイントである。膝で相手の左手を切って前のめりにさせ、三角に締める。横三角締めの入り方、相手の左足を押さえながら巴投げで返し、横三角に決める。三角締めは高専柔道の極致で、それぞれ自分の体に合った入り方、締め方を研究している。横三角締めに入って左手の逆を取る。同じように横三角締めに入って右手の逆を取る。三角締めはどこからでも取れるという技の一端である。
体固め腕ひしぎ。両足をぐっと伸ばし、相手の肩を潰して起き上がる。ハサミ逆。両足で相手の腕をしっかり挟んで、相手を仰向けにしてハサミ逆に取る。下からの三角締め。上からの三角締め。高専柔道の選手たちは、柔道の決め手は固め技にあると信じ、青春をかけて自らの体に合った技を開発していった。それは今でも追随できぬほど高度なものであり、それらの技の数々は日本柔道の将来に大いに貢献していくことであろう。
技は抑え込み、締め技、関節技の三位一体となって活用して初めて固め技の効果を発揮する。抑え込みのことわざに袈裟に始まり袈裟に終わるとある。抑え込みの基本技である袈裟固めを紹介しよう。袈裟固めの決まり手である、相手の右腕を十分に引きつけ、左脇に抱え込んで相手の背中を畳につけさせ半身にさせない。そのためには相手の右腕が動かないように中袖を絞り込んで袋取りに握る。相手が逃げようとして右腕を抜くのを防ぐため、その肘関節が曲がらないように自分の左腕を相手の右腕に巻きつける。両膝は軽く曲げ、常に右膝が相手の右肩先に密着するようにする。袈裟固めのバリエーションを紹介しよう。腕絡み後ろ袈裟固め。枕袈裟固め。相手の首を抱えて相手の頭を自分の足の大腿部に枕を刺すように乗せて制する。崩れ袈裟固め。抑え込みは自分の体と相手の動きに応じていろいろ変化する。崩れ袈裟固め。崩れ袈裟固めの入り方および崩れ袈裟固めの一例である。袈裟固めが不十分な場合の逃れ方を紹介しよう。足をかけて相手の上体を起こして逃げる。相手を腹の上に乗せて返す。相手を抱え込んで腹の上に乗せながら回転させて返す。胸を突き上げて起きる。袈裟固めは他の固め技に連絡変化することが容易である。相手の機先を制するようにして技から技へと変化して相手を制することが大切である。袈裟固めから崩れ紙四方固めへと変化する。相手の右腕を吊り上げて腕と首を抱えて締めながら肩固めへと変わる。
相手の頭を両膝で挟むようにし、上体を相手にかぶさるようにして、横帯を握って相手の両二の腕を絞り上げる。腕を返して両脇を締めるのは抑え込みの基本である。自分の横顔を相手の溝落ちあたりにつけて、胸で相手の胸部を圧して制する。両腕の肘締めと胸で相手の二の腕を制し、左右上下の煽りを防ぐ。相手の動きに応じて足の構えは変化させる。相手の体が大きいときは、横帯を握っている両手の握りを中央に寄せて、相手の両肘あたりを制して両足を大きく開き、腰を上げて体重を相手の腹部にかけて制する。上四方固めは、小さなものが大きなものを制するのに有利な技である。上四方固めからの逃れ方を紹介しよう。両腕で相手の胸を押し、隙間を作ってうつ伏せになる。相手の体を下から押し上げ、隙間を作って足をかけてエビになって逃げる。上四方固めからの連絡変化技を紹介しよう。腕絡みにとって押さえる。十字逆へと変化する。うつ伏せになって逃げようとするのを、左手で相手の前襟を取って、相手の体の下に入って前締めに締める。
肩固めは相手の右脇腹に右膝をつけ、相手の右腕をその顔を覆うように伸ばし上げ、右腕で相手の首と二の腕を一緒に抱き、相手の首の後ろで左手と組んで握る。両肘を締め、左足を大きく膝をつけないようにして張る。右首で相手の二の腕を制するときは、下から首を回し上げるようにして制する方が強い。背筋はまっすぐに伸ばす。肩固めは返されても直ちに制せられる欠点が少ない。肩固めの取り方を紹介しよう。反対側に足をひねり込んで、相手の体越しに自分の体を移動させて肩固めに決める。下から取る肩固め、相手の首と腕を取り、相手の膝を蹴りひっくり返して決める。肩は相手の肩と平行になるまで下げる。肩固めの逃げ方は肩と腕を緩め、トンボ返りが最も有効である。崩れ紙四方固めは抑え込み技の中で最も普及している技である。その入り方、頭と肩が固定されると足の動く範囲は制限される。崩れ紙四方固めは相手の頭と肩を制して両腕で後ろ帯を交差して握る。その様子を見てみよう。手をクロスして一旦下に下がってから上に上がって、肘をしっかり締めて、相手が首が動かないように横からとヒートで相手を締める。重心が相手の胸の上に乗らないように。また一方の手で後ろ襟を取る場合もある。同じく相手の右の肩を制して。腕を締めて、崩れ紙四方固めからの連絡変化技を紹介しよう。相手がうつ伏せになって逃げようとした時、前締めに変わる。それでここから締めに変わります。その時にこれを持って、このコツはこれをここに入れることです。それでこれで縛ってるのはこの腕が、これが下のこの動脈に食い込んでる。これを押さえてるだけです。これ動脈に食い込んで、それでスッと気が通る。腕を持ち替えて縦四方固めへ変わる。腕を抱えるようにして、それでこのこういう形で縦四方に乗ります。この関節を効かすようにして、これで。手口に逃げるやつは腕を抱えるようにして、それでここのこういう形で縦四方に乗ります。この関節を効かすようにして、これで、はい、ここでも押さえる縦四方です。
こうして崩れ紙しようで押さえておるときに相手がこう逃げようとして、このままで頑張りきれないときに変わってこういう故障に変わります。でここでまた継続、あと15秒ほどこれで持ちこたえればいいわけです。円形の崩れ紙四方固めの一例である。逃れ方を紹介しよう。足を抜く瞬間を利用した鉄砲返し。相手の腹を突き上げてエビになって足をかけて逃れる。相手の動きに応じて上になることができる。足を挟む動作が大切である。横四方固めは崩れ紙四方固めと関連が深く、相手の応じ方によってお互いに連絡変化することが多い。相手の引き込みに応じて足を割り込んで後ろ襟をしっかり決めて横四方固めに入る。足を抜いて横四方固めに入る。相手の腹まで膝を引き上げ、相手の足の付け根を蹴って足を抜く。逃れ方を紹介しよう。相手の制している肩を外して押し下げて三角に入る。手を外してうつ伏せになって逃げる。縦四方固め、右腕で相手の左腕を十分に制し、左腕で後ろ帯を取って決める。相手の右腕の肘関節を制して
相手の体を伸ばして制する。相手を返して右手で相手の首を抱え込んで膝を引きつけて制する。相手の横腹にかかとをつけるようにする。逃れ方を紹介しよう。足を煽って逃げる。足を左右に煽って相手を胸の上に乗せるようにしておき、反動をつけて相手をひっくり返して逃れる。相手の足首を取って挟んだ後、背後に回る。縦四方固めは、体の小さなものが大きなものを制するのに適した技である。また相手に逃れられても窮地に陥ることのない安全な技である。縦四方固めからの連絡変化技を紹介しよう。首と腕を持ち替えて肩固めに変わる。縦四方固めから自ら下になって三角に締める。最も大切なことは、手首を返して脇を締め、相手の肩を制することである。寝技は、自分の体に合った技を、練磨を重ねて十分に研究・体得していかなければならない。
で取るので十字締めとも言う。同じ方向で取った場合が並十字、両手を逆に取った場合が逆十字、一つの手を反対に取った場合を片十字と言います。片十字が基本なので片十字締めの説明をいたします。片十字締めはできるだけ相手の送り手を取って自分の親指の付け根で相手の頸動脈に当てて固定する。片一方の手を回して自分の腕を締めて自分の胸の下に相手を引きつける。で締める。こちらの手はできれるときは盆所を取って締めてもよろしい。それから相手を完全に取るためには相手の腕を抱え込んで今と同じように襟を取って同じく自分の胸下に締めれば相手は逃げられない。立ち姿勢から取る十字締め。組んだ瞬間相手の前襟を取り次に奥襟を取って締める。相手の前襟と奥襟を取って締める。下から取る十字締め。足を挟んで離さない点に注意しよう。引き込んで取る。横からの十字締め。亀の姿勢に対する十字締め。十字締めは立ち姿勢からでも上下横いずれからでも可能であり、その数多い機会を捉えて活用し他の技に変化する連絡技としても重要である。相手が奥襟を取ってきて前締めに来そうな気配を出した時には顎を締めて、まず顎を締めることです。次にこう来た先にはこの中へ手を入れて頭を抱えるということによって前締めを防ぐことができます。角度を変えてもう一度見てみよう。前締めに来そうな気配を察した時には顎を締めて、まず顎を締めることです。次にこう来た先にはこの中へ手を入れて頭を抱えるということによって前締めを防ぐことができます。はい、送り襟の要点は足をこう伸ばさずにキュッとこう足を締めて、それで両襟をこう開くように持って背中の敵の背中にピシャッとついて、それから右手を離して顎の下から手を入れていってこの襟を持つんです。それで奥へ奥へ送っていく。十分送ったらこっちに持ち替えて、それでこれで引っ張ってこう外してここで締め切ります。左手で相手の襟を握り、右手で3本の指を一つにして、これを切りを持って相手の手をえぐるようにぐーっと持っていって相手の襟を握ってこう締める。左手で襟を握り、
右手をこじ入れて、今度は相手が顎を下げた場合、このてこのりを利用して、手首をグッと上げる。相手が首が上がる。そこをギュッと締める。相手がうつ伏せになって頑張っておるときに、帯と襟を持って足を馬に乗るように顔をこういうふうにかけます。それで向こうへピュッと反らすようにして、こういうふうにして反らします。それから両手でげんこつで顎を突き上げるようにして襟を持ちます。こっちの襟も持って、ここで締めるんです。入った。よいしょ。横から取る送り襟締め。送り襟締めは襟を引っ張って締めるのではなく、肘を締め手首を返して制することが大切である。送り襟締めの逃れ方。送り襟締めに来たら両手で相手の腕を持ち上げ逃げる。相手の襟を急激に引っ張って左手を差し伸べて、右手で、相手の肩を押しながら手首を握る。そしてその肩を相手の方にグーッと押して左手を上げる。上から取る裸締め。裸締めは腕を当てて締める技で、腕が喉に当たるようにすることが大切である。肩はじめは送り襟締めの一種であるが、相手の肩腕を肩はに制して締める。まず膝を相手の胸の下へ入れて、しっかりこれ抱え込んで、この襟を下へ落とす。これは押さえつけて立たさないようにする。それからこれを突っ込んでいって、この襟を持つ。それからこっちの襟もこう持つ。こういうような形襟持ってるわけですね。でこういうふうに前押し付けるようにして、この膝を抜いてこうやる。相手の腕に直角に足をかけて地獄締めに入る。相手の前襟を取り、首に回した手をテコの支点にして腕を伸ばして締める。よいしょ。なんと
あと。下からの正三角締め。からの正三角締め。三角締めは締める体の位置によって正三角締め、横三角締め、後ろ三角締め、裏三角締めなどがあり、どこからでも取れる。相手の左手を切って前のめりにさせて正三角締めに制する。正三角締め。三角締めの入り方。相手の足を押さえ、巴投げで返して横三角締めに入る。三角締めは高専柔道の極致で、それぞれ自分に合った入り方を工夫した。亀に対しての横三角締め。相手の後ろに回り、背中につき、後ろ三角締めに決める。自分の両足で相手の関節の下を十分に挟む。相手の体と自分の体が直角になるようにねる。そして親指を押さえて腹を出して取る。必ずこれをしっかり押さえる。十字になる。直角になるように親指を押さえて取る。腹を出して取る。よいしょ。立ち姿勢から取る腕ひしぎ十字固め。上から取る。横から取る。割り込んで横から取る。
腕ひしぎ十字固めは親指を上にして小指の方向に引く。下から取る。この技は立ち姿勢または寝技の一瞬の隙に乗じて取る。小さく非力なものが大きく力の強いものを制する柔道の妙味の一つである。下から取る。腕ひしぎ十字固めの逃れ方。小指を上に向け、体をひねって逃げる。腕固めの取り方は、相手の小指に4本の指をかけて、相手の腕を直角に上げる。これに取って、内側に。それから上にやるときには、同じく相手の指を直角に取って、上から押さえて、ここに入って、外側にひねる。相手はこれを伸ばして逃げる。伸ばして逃げるときには、関節の上に、手甲に腕をして、親指を押さえて取る。親指を押さえて、その関節の下に手甲をかけて取る。相手が両手を持って突っ張って引き分け戦法に来た場合、相手の手首をまず握って左手を振り込んで、この手を引きながら大きく、右手を左手を差し込む。さらに右手を握ってこの相手の手を振るとき、一気に後方の右足、腕通りに右足を突っ込んで返す。ここで一気に。今の技を実践の動きで見てみよう。立ち姿勢から取る腕絡み。下から取る腕絡み。上から取る腕絡み。亀の姿勢に対する腕絡み。腕絡みは関節技の中で腕ひしぎ十字固めとともに効果の大きなもので、他への連絡変化技も多い。相手がこの手を元に戻さんとするときに、左手で相手の手首を押さえ、さらに右手を回して肘関節の下部に当て、自分の手首を握りひねる。腕絡みを捉えたら、まず相手の自分の帯を握って、これを自分の方向に引いて、今度はさらに右手を添えて自分の手首を握り、ぐーっと相手の手が逆になるようにする。
まず腕側目を取られたら足を抜いて、今度は腰を高めにして左手で相手のお腹を押さえながら体を回転させて、ひげ方、親指をひねる、脇を締める、相手の道具を持つ、そして逃げられます。膝で手首を握った相手の手を切って逃げる。相手が腕ひしぎ、腕固め、僕の体を上げようとする場合に体を預けて、右肘で相手の肘の裏側を挟み、体を伸ばして相手の肘関節を取る。相手が襟を持ったらその上からがっちり握る。握ると同時に体を開く。同時にこちらで相手の脇を挟みながらこの腕をねじる。ねじりながらここでこうやって腕ひしぎ脇固め。腕ひしぎ技には多くの技があるが、主な実例を紹介する。腕ひしぎ脇固めの一例である。腕ひしぎ三角固め。腕ひしぎ膝固め。両足をぐっと伸ばし相手の肩を潰して起き上がる。抑え込み、締め、関節技の三位一体となって活用して初めて固め技としての効果を発揮する。この3つの技は不足不利のもので、互いに連絡変化すれば容易に勝ちを得ることができる。
ち技から寝技に入る。立ち技で相手の体勢を崩して素早く腕ひしぎ十字固めに入る。大内刈りで相手の体勢を崩して肩固めに入る。立ち技で勝負が決しない場合、積極的に流れるように寝技に入って相手を制する。外巻き込みから袈裟固めに入る。小内刈りで相手の体勢を崩して横四方固めに入る。立ち技からの腕返し。相手が背負い投げに来た場合、それを崩して崩れ紙四方固めに制する。巴投げからの縦四方固め。寝技への連絡変化を十分に考え、巴投げに入る。相手の回転に密着して自分も回転し、馬乗りになり、そのまま素早く縦四方固めに入る。巴投げからの袈裟固め。横捨て身からの袈裟固め。カニバサミ。自分の体を床と平行に飛んで素早く相手の両足を両足で挟みながら体を強くひねり相手を倒す。対角線上に相手を崩していて、かかとで相手の肩甲骨を二つ折りにしながら直角に引き込む。引き込み返し。帯を取って返し技に行く。引き込みは相手の攻撃を制しつつ返し技と一体となって次の攻撃の手段として活用する。相手を引き込んで後ろ帯を取り、腕を抱えて横に返す。反対側に返す。相手の体勢によって左右どちら側へも変化できる。
横帯を取り足を引かせて返す。相手の後ろ帯を取り自ら回転して相手を制す。草刈り。引き込みの体勢から素早く相手の足首を握り、もう一方の足を草刈りに刈って相手の体勢を崩す。草刈りの一例である。前崩し返し。相手の前帯を取り素早く足を抱えて相手の体勢を崩す。腕ひしぎ、膝固め返し。寝技への入り方、すなわち足の制し方を紹介しよう。相手を吊り上げて肩を決めて押さえる。相手の足を払って入る。足を払って入る。襟を持つ手を切って足を払って入る。足を割り込んで入る。片膝を割り込んだ場合、相手の足を十字に取り、右手で奥襟を取り、左手で肩を決め、胸をつけて足を外す。膝で相手の自由を制しつつ、決め技は相手に応じて変化させる。
相手の股の間に自分の膝を割り入れ、相手の太ももを制して抑え込みに入る。両足を担ぎ、相手の腕を膝で制し、相手の右手を取り背中に回し抑え込みに入る。相手が両足を担ごうとしたとき、自ら回転して逃げる。下から両襟を取り、前締めに締める。片足を担ぎ、相手の二の腕を膝で制しながら抑え込みに入る。相手の片足を制して密着しながらずり上がって抑え込みに入る。相手の両足を制して素早く回り込む。立ち技から寝技に移って一気に攻め込んで一呼吸入れるのがこの型を決めたこの状態であります。型を決めるということは、この後ろ帯を持って肘で相手の頭を制して、それから上から乗るんじゃなし、下からこう懸垂で擦り上げるように乗って、それからこの膝は相手の腰骨に当てて尻を引く。それから足をだらっと流しておると二重絡みされますから、足首だけは相手に挟ましておいて膝は抜いておく。こういう形でしばらく一呼吸入れて、それからいろんな抑え込み、あるいは逆締めに移れるわけです。この基本の形が型を決めたという状態であります。でもう一つの手の持ち方は、この型をこっちに回して、こういうふうな形でここで一呼吸入れて、これから攻める二つの決め方があるんです。どちらでも自分の得意な方で相手を決めて、これから抑え込みまたは逆とか締めに移るわけです。これが基本の姿勢です。抑え込みに入る直前の形がこういう形になります。まず型を決めて、相手にはねられても逃がさないように決めておいて、それから足を二重絡みにならんように膝だけまず抜いておく。こういうふうに足首だけ持たせておいて、それからいろんな抜き方があるんですが、横四方になるように抜く場合には内ももに原骨を当てがって押しながらこの膝で周期抜く。それでこうして横四方に取ります。縦四方になるように抜く場合はまず腕を抱えます。これで跳ねられないようにこれで決めて、それから相手の上に乗るようにして、これで四方抜くわけです。袈裟固めで相手を取る場合には、こういう形から膝を内側にひねり込んで、それでこの手を抱えるようにして、キュッて
こういうふうにして押さえ切ります。肩固めに決める場合には、この肩を決めた手を持ち替えて、首を抱えます。それで、こういうふうに持って、頭をくれくぐらして、こういうふうに肩固めに入る準備をして、それから足をこういうふうに抜きます。これで肩固め。二重絡みの挟み方。二重絡みの外し方。体を一旦ずり下げ、挟まれた足を伸ばし、二重絡みの一つを外す。裸締めに取る。襟と帯とを持って、できるだけ相手の尻の方へ乗るように、馬に乗るように膝を足をかけて、こういうふうに相手を向こうへ突き出すようにして、それでこうやる。そうすると相手がのけぞりますから、こう刺しておいて、それで裸締めに行きます。この体勢で送り襟締めに取ることもできる。相手に馬乗りになる体勢から、さまざまに亀を処理する方法がある。送り襟締めからの押さえ込み。送り襟締めからの縦四方固め。後ろ三角固めに取る。横締めに取る。相手の相手を抱え込んで立ち上がらさないようにして、それからこれを突っ込んでいきます。襟を持って、今度はこの下襟を持って、それからこう前へ出ます。こうここで締め切る。地獄締めに取る。左手で相手の後ろ襟を、右手で後ろ帯を取り、左腕で相手の頭を引っ掛けて横転させる。相手の後方へ素早く飛んで相手を返す。
両肘を取って相手をひっくり返す。膝を取って体重をかけて相手を返す。前締めに取る。横三角締めに取る。襟取り返し。まず相手の手首を、手の肩骨をしっかり持って、相手の体を、今度は肩を逆を取るように畳に引っ付けるようにして、ここで腕をこうやって手前に悟りながら、そのままここで腕ひしぎ、別の角度から見た腕ひしぎ、腕絡みに制して抑え込みに入る。亀の姿勢に対する処理は様々な角度から研究されている。朝鮮柔道においては相手に背中を見せることを極力嫌い、たとえ亀の姿勢に追い込まれても常に反撃を忘れなかった。相手の胴着や帯を取り反撃の体勢に入る。閻魔の柔道部生活によって築かれた高専柔道は、幾多の優れた寝技の技術を柔道界に残していった。輝かしい伝統を持つ高度な寝技の数々、それは青春をかけた学生柔道の凄まじい闘志とたゆまぬ研鑽の成果である。